今回は未来のエネルギー核融合発電について。未来のエネルギー源の一つとして核融合発電が注目されている。この核融合発電について名古屋大学の田中准教授たちのグループが新技術を開発したんだ。どんな開発か詳しく見ていこう。行ってみよう。核融合発電は太陽のエネルギーを地球上で再現して発電する技術。太陽はプラズマ状態の水素原子の核が激しくぶつかり合って融合する核融合反応によって膨大なエネルギーを放出している。核融合発電ではこのプラズマを強力な磁場で閉じ込めてエネルギーを取り出し発電するんだ。すっごい技術。その核融合発電ができるようになったの？まだ研究途中なんだけど、一つ大きな問題があるんだ。核融合発電をしようと思った時にプラズマがとても熱くて、装置内壁にプラズマが直接当たると装置が壊れてしまうかもしれないんだ。この問題を解決するために非接触ダイバータという技術が開発されているんだ。非接触ダイバータって何ですか？非接触ダイバータはプラズマを壁にぶつかる前に消す技術。高温のプラズマが壁に当たらないようにして熱を分散させるんだ。田中准教授たちは名古屋大学の特別な高密度プラズマ発生装置を使って非接触ダイバータのプラズマを詳しく観察した。彼らは高速カメラを使ってプラズマの動きを撮影したんだ。このカメラは瞬間的なプラズマの変化を捉えることができるんだ。プラズマの中の電子やイオンは磁場があるとその影響を受けて磁力線に巻きつく性質を持っている。だから磁場と垂直な方向には動きづらいんだ。でも非接触ダイバータを特別なカメラで観察すると、磁場を横切る方向にプラズマが時間とともに複雑な形で3次元的に広がる様子が確認されたんだ。そのためこの現象は空間の3次元と時間の1次元を合わせた4次元的なものといえる。でもカメラで撮れるならプラズマの動きを見るのは簡単そうだけど、実はプラズマの動きをしっかりと捉えるのはとても難しいんだ。カメラで撮影した映像は視線の方向から見たものを一つの平面に投影したもの、つまり線積分されたもの。これだけではプラズマの内部で何が起こっているのかを完全に理解することはできない。そこで田中准教授たちはトモグラフィー解析という技術を使った。これは CT スキャンのように物体をいろんな角度から観察して内部の様子を再構成する方法なんだ。一台のカメラでいろんな角度から観察するなんて本当にそんなことができるの？そこがミソなんだけど、田中准教授たちは合体回転を仮定した移動トモグラフィー解析という新しい方法を考えて観察したんだ。簡単に説明すると、プラズマが磁場の外側に飛び出すとき、短時間であれば形を変えずに回転していることに着目して、一つのカメラだけで4次元的なプラズマの動きを抜き出せたんだ。その結果、プラズマが壁にぶつかる前に歪んだ回転構造ができることが分かった。そしてその構造が引き離されてアーチ状になって輸送される様子も確認できたんだ。ここで今回の研究を進めている田中博彦准教授に話を聞いてみよう。接触プラズマ、いろいろまあ難しいこともあって、いろんな研究が世界中でされていると。やっぱり原理が分かってないので、計測できる手法を作っておくと、まあ、それであのいろんな依存性を調べやすいと、まず手法を確立 しましたという流れなので、いろんな実験条件に対してこの手法を使って将来的には制御ができるようになると、任意にプラズマを、磁力線に横切る方向に広げることができるかもしれない。そうするとあの、まあ、将来の発電装置、まあ、そういうので問題になっている熱負荷を、まあ、劇的に仮に減らすことができれば、そうすると発電に近づけることができると思ってます。今回の研究は未来のエネルギーの実現に向けて大きな一歩。核融合発電の完成が待ち遠しいね。ではまた次回。